腰が痛い腰が痛い。さてた、よいしょ、なんか忘れてるような気がするけど、まあいいか。はい、ツイッターに書き込まないといけないこれ。よいしょ。ワカツダマダマ南極1号放送、これツイッターツイートしないといけないのかな、めんどくさいね。はいはい、よいしょ、はい、ワカツダマダマ、よいしょよいしょよいしょ。あのね、サイズがねちっちゃくなりました。私とても、いい感じに、この邪魔なんだよ、だれや。私、とてもサイズがいい感じになりましたですよ。あのね、よいしょ。変身。はい。まあ、他のね、モデルの子たちと、サイズを合わせるために、ちょっとちっちゃいアデリーもね、用意しましたのでね。ゲストが来た時なんかにね、体格差が違うとかね。ま、これぐらいのこと、これぐらいのペンギンつってね。ま、これで、かなり、アデリーペンギンの可愛さもね、損なわれずに済むんじゃないかっていう。はい。昼間見た人だ。昼間見た人だ。ミミの放送、お疲れ様、ダマダマ、ね、ある意味じゃないや。ね、夢が叶いましたですね。ミミさんの放送を見続けてて、で、VR 空間で、ミミさんに出会うことができてっていうね、本当に夢が叶いましたですよ。素晴らしいですね。まあ、その話、レディープレイヤー1の方にもね、繋がっていくと思いますけどもね。はーい。ということで、今日の講座、講義は、なんだっけあ、そう、庭しどりです。庭しどりね、ということで、庭しどり、まあ、どういう鳥かっていうとですね、はい、まあ、鳥さんなんですけどね、あんまりね、派手な鳥じゃないですよね。アデリーよりも地味です。まあ、何に似てるかっつうとね、カラスですね。黒、真っ黒のね、茶色庭しどりとかね、あと青色のなんか庭しどりとかもいいんですけど、まあ、どういう特徴があるかね。まあ、鳥によってはね、こう、まあ、この間前回の放送で見せたように、アデリーだったらね、メスの首あたりをこうやって愛撫しながら、メスをその気にさせるっていう、そういうね、テクニックがあるんですけど、まあ、庭しどりさん、どういうテクニックがあるかっていうと、家作ります。家、まあ、ただの家じゃないですよ、ね。どういう家を作るかっていうと、めちゃくちゃカラフルな家を作るんですね。まあ、人間の視覚ってさ、すごい色を認識するのが、得意なんですけど、その人間の目からしてみても、ものすごい美しい配色を、で、巣を作って、メスを誘惑します。まあ、何を、ね、基準にメスがオスを選ぶかっていうと、デザインセンスなんです。デザインセンス。その巣のデザインセンスですね。ただ確か、そのね、お家が綺麗、形が綺麗とかそういうんじゃなくて、あ、マイクが外れそう。よし、大丈夫か。うん。じゃなくて、ちょっと待って、なんか出てるな。じゃなくて、配色ですよね。色。色の設定。例えばね、茶色庭しどりとかだったら、例えばそうだな、何の個体によって違うんですね、そのデザインセンスが。この庭しどりは、この花が好きだから、この花を散りばめてるとかね。うん。あと、青色の、なんだっけ、名前忘れちゃった。青系の庭しどりさんがいるんですね。そう。あ、こんばんは。ね。その庭しどりっていうのは、青いものをね、集めてくるんですね。例えば、青色のね、虫の羽とか。青色の、例えば人間が捨てたストローとかプラスチックもそうですね。そういうのを拾ってきて、その家の中に配置して、ものすごい綺麗なお家を作るんですよね。うん。で、まあ、昔はね、その庭しどりさんが集めてくるものっていうのが、例えばコガネムシの羽だったりとか、あと、まあ、お花だよね、青色のお花とか、そういうのを集めてきて、はい、配置して家作ってたんだけど、最近は人間が捨てた、例えばゴミプラスチックね、とか青色だったりね、オレンジだったりね、ありますよね、いろいろね、皆さん捨てるもの、ね、そういうのも全部拾ってきて、家にしちゃうっていうね。うん。
でそれで女性じゃないですね、メスを誘惑するっていう、そういうペンギンなんですけど、ペンギンじゃないね鳥です。はい、鳥なんですけども、うん、まあでも皮肉なことですよね。人間がこうやってこれいらねえや捨てよう、へいっつって、うん、へいっつって捨てた汚いものを、彼らはあ綺麗だなって言ってそれを拾ってきてお家にして、人間が見た時にうわーすごい綺麗なものを作ってる、なんだろうと思ってよく見たら人間の捨てたゴミだったっていうね、とてもとても皮肉な、はい、動物でございます。皮肉なことを教えてくれる動物でございますね。はいね、まあ、日本でお目にかかることはできないんで、多分テレビとかじゃないとね、お目にかからないと、思いますけども、なんだろうね、BBC が出してるアッテンボロー鳥の世界っていう、まあ、僕の大好きな BBC のアッテンボロー博士、まだご存命なんですけど、ね、90何歳かな、うん、の、作ってる、アッテンボロー鳥の世界っていうね、番組があるんで、ぜひでもね、ご覧ください。なんかあれあるんじゃない？ Amazon とか Netflix とかでね。はい、探してみてください。あんまり金ももらってねえような企業の宣伝したくねえんで。はい、ということでね、ちょっとコメント読んでいきましょうね。さあ、そう、ニワシドリですね。ニワシキングです。はい。そう。そう。青あずやまどり。青あずやまどり。要はあれもニワシドリなのかな？うん。が、確か青色のやつを集めてくるんだっけね。うん。青あずまやまどり。ね。うん。あずまやま、いやじゃあ、青あずまやどりか。はい、そうそうそう、ニワシドリのね、あの巣調べてみてください。どうせ皆さん今インターネットつながってて Google なんかね使える脳みそあると思うんで、はい、ぜひともね、そう綺麗なんですよ、見てくださいね。うん、こんな構想見なくていいんでね、こういう動物の、生態のこと、見てあげてくださいね。はい、ということで、そう、前回のねペンギンの世界ペンギンの日、いろいろ写真を撮ってくださいましてありがとうございます。はい、そう、それでね、ちょっと待ってよ、写真紹介したいけど大丈夫かな、なんかねまあいいや、僕がリツイートしてるので、はい、見てください皆さん。はい、世界ペンギンの日、素晴らしい日でしたね。もう本当に、さあ、あこあこ、はい、ミミさんの放送お疲れ様、カメラマンペンギンさんだね、完全にカメラマンになってましたね。しかも明日もやるらしいですね。まあ見ときます。はい、ミミさんが疲れてそうだったら行きますし、元気そうだったら、行かないです。はい、まあ多分元気だろうね、あの人ね。まあまあ四十のおっさん結構頑張ってますね。さあ、ということで、うん、何の話するんだっけ。これね、ディスプレイが上にあるから見づらいな。大きくなろう、大きく、かわいいアデリーペンギンが大きくな、間違えた、かわいいアデリーペンギンじゃないな、が、お大きくなっちゃった。はい、大きくなっちゃったよ。さあ、マコツー、どうもどうもどうも。さあね、まあでもあれですよね、私カメラ構えるのにはね、慣れてますんでね。うん。あ、だ、でかいな、でけんだな、俺、こんなでけんだな、知らなかったぞ。よいしょ。そう、ね、カメラ構えるのね、結構様になってると思うので。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。こんな感じでね、はい。ということで、皇帝ペンギンよりもでかいですよね、はるかに。これだって僕このサイズでも普通のね皇帝ペンギンよりも多分でかいと思うんでね。はい、ということでね、向こうの放送でね、ハメ撮りカメラとか言おうと思ったけど、さすがにやめましたね。そこまで言うとね、怒られると思う、ね、しかも幕張メッセのど真ん中でだよね、幕張でそんなこと言っちゃダメだから追い出されるよね、幕張から、ミミュさんがはい、ということで、来てくれてますね。ありがとうございます。いろいろさ。そう。話、何の話しようと思ったのにね。庭しどりじゃないですよ。レディープレイヤー1。ね、レディープレイヤー1見てきました、私。ね、
すごい、すごいよ、あれ。もう、何がすごいっていうか、そう。半券全部クリアしてんだよね。さすが、ね、スピルバーグだなと思いますね。はい。まあ、出てくる作品、まあ、あの予告編に出てくるものについては ちゃんとね、ネタバレしてもいいと思うんで、その辺話しますけどもね。はい。そう、見に行こうかと考え中ね、ぜひとも見に行ってください。まあ、何がすごいかってさ、スピルバーグのか、スピルバーグ監督の映画の中にガンダム出てくるんだぜ。ガンダム。すごくない？まあ、本当にね、サブカルチャーをすべて、集めた、ね、作品、その中にぎゅうぎゅうに押し込んだ作品。なんかそんなの関係ねえみたいな感じの手つきになって面白いな。そう。あれはね、そうそうそう。あ、そうか、スターウォーズ許可出してなかったんだね。まあ、いろいろ多分ね、出てたと思うんですよ。あの作品が。まあ、見た方はね、あれが、あれもあった、これもあったってね、言いたいと思いますけどもね。ちっちゃいところにね、そのワンカットワンシーンの隅っこの方になんか、うわ、あれじゃ、あれだっていうね。大分にテーマパークのある、あのキャラクターが出てるとかね。そういう、うん。そういうネタがあったりしますけどもね。まあ、あれですよ。ね、おそらく、ね、コナミともね、あれがなければね、メタルギアソリッドも出てたんだろうな、とか思いつつね、はい、見てましたけどね。絶対だってあれ、メタルギアソリッドのネタを入れるところがあるはずだよ。どっかさ。あ、一応まあ、あのね、レディープレイヤー1の話を語りましょうみたいな、こと言ってるんで、トツもお待ちしておきましょうね。どれだっけ？トツリストじゃ、ゲスト、あ、許可にしてる。オッケー。はい。うん。あ、今日見てきた最高だったね。うん。僕ね、そう。ゲーム好きな人、アニメ好きな人、映画好きな人、もう、まあ、サブカルチャーですよ。70年代、80年代、90年代、2000年代。まだ言うと、2010年も入ってたかな。うん、2010年っていうね。これ全てのサブカルチャーファンが喜ぶような作品をスピルバーグが作ったらこうなりますっていう作品なの。もう僕ね、そうなの、ネタバレをね、避けながら喋ろうとするとちょっと難しいかもしれないんだけどね、2回泣きましたね。まあ一つ泣いたところ、ね。ネタバレじゃないんだけど、まあ、映画のね、宣伝の広告の予告ムービーに出てたんで言いますけどね。まあ、ガンダムとメカゴジラが戦うんですよ。ね、あのシーン、まあ見た人はね、思い出してくださいけどね。で、その周りにね、いろんなキャラクターがいるの。例えば、アメコミのあのキャラクターとかね、某マイクロソフト社のあのゲームキャラクターとかがね、戦ってるんですよ、もうみんなで。わーわーわー言いながらね、その中に日本人の人たちが作ったキャラクター、アニメ作品、映画作品がどれだけあったか。ね。今、こうやってなんかね、いろいろ世間揉めててさ、日本は衰退したとか、日本は落ち目だとかね、言う人いますけど、もうなんか、ああやって世界の人から愛されてるキャラクターが、この、大乱闘スマッシュブラザーズ映画版みたいな、映画アニメ版みたいな、アニメの決定版みたいな中にさ、めちゃくちゃいっぱいいたのよ。ね。なんかそれ見て、泣いた。なんだろう。やっぱ、ね、みんなが見てくれたから、ああやってね、あの世界の中に、彼らがいて、ね、活躍できてるわけですからね。なんかそれ見て泣きましたね。あとはね、そうだな、ネタバレじゃないようにちゃんとね、喋ると。あ、そうなんだ。ちょっとコメントを見てるとね、そんなとこいた？みたいな。そんなキャラいた？っていうのがあるんだけど。あ、そうなの？いや、じゃあもう一回見に行かないといけない。あ、そう。うん。あのね、あともうそうだね。
まあ、ゲームの作者さん、もう一個がね、ゲームの作者さん、うん、のコメントでね、Thank you for playing っていう、まあゲームをやった人だったら絶対一度は言われてるっていうか、ゲームにエンディングとかにも出てきますよね。Thank you for playing つって遊んでくれてありがとうって。もうこれで泣きますよね、うん。この作品に出てくるまあキャラクターアバターですよね。僕らまあバーチャルの世界に入ってるキャラクターまあいろいろなりたいねのがありますけどもね。でもみんなそうやって遊んでくれてるからこそ存在するわけですよね。いやあれはなんかね、 Thank you for playing ってなんで泣いたかっていうと、僕がこの空間に入った理由、まあもともとこうやってね、あの映像の世界、もともとあのアデリーねっていうか、あいつか、うん、あいつ自体がね、映像の世界に興味を持ったきっかけっていうのがね、あの秋元狐先生っていうね、元 P モデルのね、方なんですけどね、まあゲームで言うとね、せがれいじりっていうゲーム、知ってる人は知ってるかもしれないですね。プレイステーションのせがれいじりっていうゲーム作った、秋元狐先生っていう、方がいるんですけどもね、あ、そうそう、あの P モデル、いや狐経由の P モデルに入って馬の骨になって今ペンギンになってるっていうね、そういうあの生き物なんですけども、そう、よくわかんないね、キツネから馬の骨になってペンギンになってるってよくわかんない、はい、そういうキャラね、そういう生き物なんですけどね、僕はあのキツネ先生大好きで、で、映像とか CG とか作りたいなと思って勉強してね、こういう世界に入ったんですけどね、うん、で、まあ、いつか狐先生に会ったらね、こういう話ができるだろうと思ってね、やってたら2014年に亡くなっちゃったんですね、狐先生が、うん、で、まあ1回だけツイッターの中でお話ししたことがあって、うん、もうそれが最初で最後だったんですね、僕と狐先生の、会話っていうのが。でもなんかさ、こうやって VR 空間、 VR チャットだったりバーチャルキャストだったりで、いろんな、まあ今日もミミュさんとねお話、させていただいたんですけどもね、うん、ああやってなんか話してる時に、もしかしたらそう、キツネ先生がまだ生きてたらこうやってお話しすることもできてたのかなって、僕はあのバーチャル空間に入るたびに毎回ずっと思ってたんですけども、でもその今日見た映画の Thank you for playing っていうね、まあコメント、まあどこかでありますね、そのコメント見て、まあ多分きっとキツネ先生もそう言ってくれるんだろうなと思って、ペンギンは泣きました、はいね。まああの一番最初にあの3D プリンターを買うような人ですから、絶対 VR 空間入ってくるんですよ、あの人。うん、わかるマン、わかるペンギン。はい。まあでもそんな人だからね。きっと VR 空間の中に入ってきて、こうやってお話いつかできるだろうと思ってたけどもね。うん、まあでも、そうなんですね。あの、現実の世界でそうなんですよね。結局死んじゃうから。動物も一緒です。ね、動物もみんな死んじゃいます。ね。例えばアデリーペンギンのモデルね、フンボルトペンギンのモデルがあったとしてもね、リアルの世界にいる個体は、やっぱ死んじゃいますからね。例えばグレープくんですね、グレープくんなんかもね、あのみんなから愛されてましたけどもね、一番最初紫バンドくんと言われたかな、東武動物園の紫バンドくんがフルルから離れないっつって、で、あの、それで、有名になった。それも確か4月の25とか6とかそれぐらいでしたね。去年かな？去年の。ね。で、まあ、やっぱり死んじゃうんですよね、動物ってね。でもまあ、だからまあ、それも素晴らしいことなのかなと思いますけどもね、僕は。うん。リセットしたら終わりですからね、そう。リセットしたら、ね、また元に戻ってくる世界じゃないけども、でもそうやってみんなに知ってもらえたっていうのは素晴らしいことだと思いますよ。そうね、実際見に行きたかったですね。でもね、もしそうやってみんなが例えば写真だったりツイッターで知らなかったりとか、動画とかツイッターで知らなかったら、グレープくんっていうのは
ただのあのご老人ペンギンが東武動物園で死にましたっていう話で終わったんだけど、でもこうやってみんなが悲しんで、まあコメントでもね、あの悲しんでくれる方いらっしゃいますけどもね、うん、そうやってみんなの記憶の中に残るね、子たちって現実の世界にいっぱいいますからね。動物園、特に動物園ね、動物園の動物ってみんなに名前ついてますからね、基本的に。うん、でみんなが写真を撮りに行って、こういうこの子はこういうことをしてるって思っね、写してくれて有名になったら、その子のことを覚えてくれてる人がいっぱいいますからね。なので僕は、動物園に行って写真を撮ってくれっていうのは、まあそういう目的もありますね。はい。今度ブログに書こうと思ってたのを全部ここで言ってしまいました。はい。中途半端に言ったので、ブログにはもう一回書き直します。はい。ね。そう。そうなんですよ。はい。ということで、そうだね、高齢の動物の死が多いですね。特になんかね、ライオンさんがよく死にましたね。うん。まあ、動物園の2030年問題かな。うん、あるんですけどもね。日本の動物園からゾウやライオンがいなくなっちゃうかもしれないというね、このまんま行くと。はい。かといって海外から持ってくるっていうのはちょっと違うんですよね。うん、そうやってあの動物のね、値段の需要なんかをね、上げちゃうとダメなんですよ。はい。この間、あれだよね。所さんの、なんだっけ、番組でペンギンの特集ありましたけどもね。ジェンツーペンギン、1000万ぐらいした。ね、1000万。まあ、動物ね、販売してる人はホクホクしてましたけどね。でもああやって需要が高まってきて繁殖した子を輸送、あの輸入するとか輸出するとかまだいいんですけどね。それがまあもし野生動物の動物を勝手に捕まえてきて、わーって持ってって、で利益上げましたっていうことやったらすぐ絶滅しますからね。その辺はやっぱ、気をつけないとっていうかね、何か規制をかけないといけないとこなんですよね。はい。さあ、ということでね、うん、動物の話、ちょっと真面目な動物の話もね、みどりちゃんどうも、そう、ちょっと真面目に動物の話をしましょうね。もう一個だけありましょうかね。そう、特に国内一頭の動物なくなればもう見ること難しい。そうなんですよ。うん。昔、今見れないですよ。昔ね、ヘラジカいましたよ。昔はいたんです、日本に。動物園にね。で、繁殖がで結局できなくって、ヘラジカは、日本からいなくなっちゃったんですね。うん。まあ、このね、獣フレンズブームの中で、ヘラジカがいたら相当みんな見に来たと思いますけどね。多分、その時の飼育員さん悔しかっただろうなって僕は思いますね。うん。だってもうヘラジカがいないってことは、鹿ってまあ奈良の公園にいるこれぐらいのやつだろうっていう。ね。みんなそう思いますからね。見る機会がないってことはそういうことだもんね。うん、世界中にこんな鹿がいるんだよ。世界にこういう鹿がいるんだよ。でかいだろうっていうね、こと言えないわけだからね。それはやっぱ悲しいと思いますよ。さあ、ということで、うん。そう、動物園の動物。VR ね、うん、動物の VR は結構ね面白いのはあると思いますけどもね。このモデル作ったスコさん、あ、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。見ないんですまだごめんなさいね。いえ、全然ね、いいですよ。もうそんな見え、僕らね、いっぱい見えてますから。うん、とてもいい絵が撮れてます。はい。あ、こんにちは。こんにちは。じゃあ、どっちに行ったのか、これ。あれ？良くないのか、これ。私の画面で、あれ、これ見てないの？デスクトップの表示が、ここに出ちゃってるんですけど。ああ、そうですね。あれって、あのね、自分のデスクトップの画面が出るんで、僕が見てるのでは僕のデスクトップの画面が見えてるけど、そちらの画面だとそちら、おい、消えましたね。まったく。
はい。あったあったあった。あ、こんにちは。あれ、どっちだ？どっちに行きゃいいんだ？あ、こんにちは。こんにちは。またハグしに来ました。あ、緑ちゃんかな。あ、よく覚えた。なんかそんな気がした。コメント見たんでね。はい。はい。ね、あのサイズがちょうど良くなったね。あ、すごいいい匂いがするよ。ね、すごいいい匂いする。ね。あ、ちょっとニコのま、ちょっとお前違う男と一緒にいたら。わかんだぞ、匂いでわかんだよ。あれ、固まった。固まりようと。逃げるかも。こんにちは。これは。こんにちは。二人だ。はい、こんにちは。どうもどうも。こんばんは、こんばんは。はい。キネクトのあれが変になってる。こっちだ。キネクトなんですか、ね、あ、そうなんですよ。足とかちゃんと上がるんです。あ、変になってる。ちょっと。あ、キネクト制御なのね。へぇ。そう、オキュラスなんて。あ、ちょっと待って。ね。あれ、ちゃんと上がってる。上がってる、上がってる。よかった。あ、キャラクターをちゃんと変えてくれました。あ、アイエルタンだ。ね。かわいいね。変になっちゃうから。そう、首が変になっちゃうんですよね。あ、あと4分。なんかこう。でもすごいな。みどりちゃんじゃない方、方、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。私、あ、キュンドウです。あ、キュンドウさん。はい、ありがとうございます。わ、来た来た、いっぱい来たよ。はい、もう制御できねえぞ俺は。もう知らんぞお前ら。もう勝手にしやがれな。いろいろアイテムはね、出しといてあげるからね。うん、もう勝手にしやがれ。はい、私はミミュさんの放送と違って、自分の放送。あ、こんにちは。こんばんは。こんばんは。あ、お名前、あ、そういや、ミミさんの放送にもいたよね。あ、こんにちは。ひよこさん、こんにちは。ね、なんかね、名前、ね、なんか、この感じね、今治市のね、バリーさんにすごい似てるんですけどね。あ、こんにちは。あ、もうダメだ、ほら。あ、もうダメだ、ほら。はい、はい。じゃ、ひよこさん。皆さん、並べ、部屋の広いやつから向こう側に行け。はい、あ、広い人がいるね。あ、すごい。部屋が狭いので動けません。あ、部屋が狭い。まあ、ね、体自体もでかいし、もうちょっと大きくなっちゃった。よし、大きくなるわ。よし、これで目立つだろうね。はい。やばいやばい。なんかすごいことになってるな。あ、はい。一番。あ、素晴らしい。ね。はい、こんにちは。じゃあ。画面がバグってる。一番奥の子からね、自己紹介いいかな。私です。はい、そうですあなたです。あ、はい、東です。よろしくお願いします。東さん、どうもです。ゴールデンウィークのレディープレイヤー1見たり、動物園行ったりする予定です。わ、マジですか、やったね。なんで、ちょっとな、放送をミュートにしてたんで、と作るの待ってました。はい、はい、ありがとうございます。ね、動物園ちなみにどこら辺行きます？動物園はですね、予定としてはクソメガネさん、バーチャルユーチューバーの、あの辺りに自分住んでるので、あの辺の動物園ですかね。あはは、なるほどね。あ、なん、すごい、ありがとうございます。なんかね、企画ものの AV みたいになってきた。はい、はい、手前の、その手前の、青い方。名前を。キュンドウです。あ、そうか。これ、あ、これキュンドウさんなのね。はい、私キュンドウです。あ、これ、レディープレイヤー1昨日見ました。あ、見ました。
はい。どうでした？なんか気になったキャラクターいました？気になったキャラクターはガンダムです。あ、じゃあガンダム好き、ロボット好き。はい、ガンダム好き。さすが。あれですよね、あれってダブルゼータのモーションですよね。あの、そうなんです。こうやってね、個人的にね、ガンダムだからね、頭とね、片手ないままこうやってバシューンって打ってほしかったですけどね。これネタバレになるのかわかんない。はい、じゃあ、ここのアリシャちゃんが、これが緑ちゃんかな。あ、そうです。もう、もう紹介したらいいやな。はい。だってこっちから、あ、どっちがいいのかな。こっちか。ひよこ。じゃあひよこでから。はい。ひよこかわいいな、これな。こんにちは、ひよこさん。最近声を変える技を手に入れたので、あ、変えてやってみます。マジですか。何それ、サウンドブラスターとか。これはね、VT3 というハードです。わ、すごい、なんかあれですね、あの平沢進が使えそうな名前が出てきましたね。ロクローマース平沢、すごいですね。はい、ということでね、もうひよこ以外の何か思い出しそう。なんかこれってひよこさんはモデルはご自分で作られた感じ？あ、これは公式配布されてるやつを使ってます。あ、配布されてるやつなんですか。あ、もう普通にできるんだ。はい、うん、あ、なんかあれだよね、今治市のね、ゆるキャラのバリーさんとかね、 あとなんだっけな、なんか声が低いという話があるので、高くしようかな。あ、高くもできるんだ、すごい。リアルタイムできる、ね、これに腹巻き巻いてね、頭にあの島並海道かなんかの王冠をつけた。ちょっとだけ上げました、ちょっとだけ。いいな、ハードいいな。ねえ、すごい。ロボットモードで音程がいじり手にされてしまうやつです。あ、わ、すごい。でもなんかキャラに合ってる感じが。唐揚げこういうキャラ聞こえないので、どうなってるかよくわからないです。まあでもやっぱりね、何かになってる姿って面白いと思いますよね。うん、そうそう、昔ね、あの四国中央市っていうね、愛媛のね、四国中央市っていうキャラにね、あの四国中っていうね、ネズミのキャラがいたんですけどね、しかもティッシュ持ってるっていうね。うん、まあそれはまた別の話にしましょう。それまずいですよ。本当だからな、嘘じゃないからな。今俺が作り物じゃないからマジで四国中だから。はい、みんな調べてみ。はい、ということで、何をさせようかな。じゃあ、みんなでね、舐め合いとかしてもらおうかなっていう、さすがにちょっとそういう話はね、したらまずいと思うんで。なんだろう。皆さん、なんだろう。バーチャル空間にこれから求めることって何ですか？一番、奥の方から。はい、こうなってほしいなみたいな願望。あ、変わった。これだとちょっとあれだな。あ、マイクが外れる。はい、アデリーのベストポジション。さあ、ということで、うん、ちょっとチンしない。はい、ということで、これからね、今後の VR 空間ね、レディープレイヤー1みたいな世界になっていけばいいなって思うことが怖いのかいいのかわからないですけども、まあこれから今後どうなっていってほしいかなっていう。奥の方からね、なんかこうなってほしいなみたいな。はい、こうなってほしいですか。まあなかったら、はい、先に他の方も順々にやっていきますけど、どうです？まあ、とりあえず後回しで、はい、はい、どうぞ、はい、はい、とキャラクターとかの法的な関係の問題がこう綺麗にクリアされてほしいです。あー、なるほどね。
確かにレディープレイヤー1なんかね、ガンダムもいりゃね、口で言っちゃいけないあの大分県のテーマパークがあるね、あの可愛らしいね猫のリボンのついたキャラクターとかもね出てましたからね。あとペンギンのね、丸と×を書いた、ペンギンとかもね出てましたけどもね、はい、ちょろっと、ね、お金を払えば使える的な、そうそう、お金払うシステムがあればいいかなと思います。あ、確かにね、うちの会社のキャラクターはこれぐらいお金出しゃ使ってもいいですよ VR 空間上でみたいなね、そういうのがあったりですよね。確かにそうなんだよね。そういったところがちょっとはっきりしてないからね、あのキャラクターとか使いづらいのかなっていう部分もねありますよね。はい、みどりちゃんどうでしょう。やっぱりなんかこのペンギンさんもそうなんですけど、うん、なんかもうこれまでなんか AKB じゃないけどなんか会えなかった人に会えるみたいなのがやっぱ夢ありませんか。なんかこれまで会えなかったと、なんか忙しくて会えないな、でもなんか VR 上だったらすごいなんかね、スカイプで話すのと違うみたいな、そういう夢ありますよね。ああ、もうずっとそうしとき、ああ、わしの女じゃけ。ああ、どうぞどうぞ話は続けて。うん、何、うん、聞いてましたか。聞いてました、聞いてました、もちろんね。うん、いやいやいや、うんうん、あれでしょ、カンコロ餅美味しいよねって話だったよね。あ、そうですね。違った？そうですね。ああ、そうそう。なんだっけ、出会い系がどうとかって話だっけ？うん、いいよね、あれね。いいかな？ちょっとおかしい。まあ、大体やってますよ。大体やってますよ。うんうんうん、秋田県公認の出会い系サイトができましたみたいな、そういうあれでしょ。うん、はい。はい、どうです、このバーチャル空間の中において。あ、こういう子はね上から見上げた方がねちょっと犯罪集がしていいんですよね。うん、どうです、今後なんか VR どういう風になっていってほしいとか。楽しければいいです。楽しければいい。そう、そんなに思うことはあまりないです。もうでも現状の VR 楽しいでしょ。もっとキャラがいっぱい増えればいいな。あー、確かにね。でもこうやってさ、いろんな人とねがこうやって放送の中に入ってきてね、面白いことやってると、モデラーさんの人とかね、まあ、むしろいや、モデリングやったことないけど自分でやってみようかなっていう人もね増えると思うんだよね。その辺はちょっと楽しみな。作りたいと思うんですけどね。そうですよね。全然作ったことないんで分からないですよね。そうなんですね。まあ、人によってはね、ブレンダーのね、使い方とかね、CG アニメーション、CG じゃないや、モデルソフトのね、使い方みたいな講座をね、やってる VTuber の方もいるんで、ぜひぜひ見てあげてください。そう、オリキャラを作れば無限大っていう、そうなんだよね。うん、僕のね、やつも作者の人に許可はもらってるけど、オリキャラではないのでですね。てか、アデリーペンギンなんてめちゃくちゃいっぱいいるんでね。はい。だから、あれだよ、グッズとかさ、プレゼントしますって、この間、募集やりましたけどもね、別に僕のためにあれ作ったグッズじゃないんで、ただのアデリーペンギンのグラスなんで、はい。とても僕は使い勝手のいいキャラクターですよ。はい。なんで下げた、俺しゃがまないといけないんじゃないこの野郎。はい、じゃあ、最後な、直ってない本題です。4月25日は世界ペンギンの日、前回勉強しました。はい、なんてVR ですよね。そう、VR の技術的なところがやっぱりあれですね、この後、何でしたっけ、通信の方も、第5世代とか来ると本当にその画像の遅延、今これぶっちゃけ音声遅延ありますから、皆さん遅延して聞こえてるっていうのがどんどんなくなってくるだろうと。でそこでデバイスもねちっちゃくなってくる。この辺の最先端の最高尾を自分も体験したい、みんなも体験しよう。そうね、おつくものね、なんかバーチャルキャスト、あ、社長や社長が出てきた。うわ、近くで初めて見たけどやばいな、これリアルだね。なんか、ね、町会議にもいたらしいですけどね。
で社長が仲介機のねお客席にいるのにVR 空間上でなぜか社長がいるっていうわけのわからない空間で、ね、本当にどうなってんだこの世界っていうそういうこともあるわけですよね。すごいなこれ。そう、 うわこの社長のモデルすごいのは結構お尻がね魅力的なんですよね。お尻なんか思わず触っちゃったもんね。これってセクハラになるのかな。ペンギンが人間に触るのってセクハラ？どうなんだろう、セクハラになるのかな。ただの動物触れ合い動画だよねそれね。そうそう。いや待ってなければ、そうアデリのグッズどこでも買えるんですよ。はい、最悪JR 東日本の利用者はみんな持ってますからね。はい、さあまあでもねほら社長ね、あ社長消えた動物虐待アデリーの方から触ってきた場合どうなんだろうねまあ大体ねアデリーペンギンに触るなんてね法律でダメですからね。はい、現地のやつはさあ、まあでもほらね今さっき話にあった通りね、これからねバーチャル空間に入る機器、レディープレイヤー1なんかね本当にスマホぐらいの大きさの VR 機器になっていてね、みんな外で VR 空間に入ってたとかねありますけどね、うん、なんかそうなってくるとねいろいろあるかなと。お、あなんか手挙げたから意見があるのかなと思ってそういうわけだ、うん、どうなんだろう。でもこれからさ VR 機器がちっちゃくなってくると なんかね面白いこと起きるのかなと思うんですけどね。あでも最近いつ出るのかわかんないけど、なんかオキラスのなんか、うんうん、だってVR 専用のもうスタンドアローンのやつが2万2000円で出るらしいんで、送料込みかな多分。それが流行るかどうかで多分変わりますよ。ああそうなの、まあ、2万2000円でネットフリックスとか見れる、見たい人がどんぐらいいるかって話ですよねやっぱりね、動画とかをね。今にさ、それって何、普通に動画を見るだけとかじゃなくても VR 機器としてちゃんと、そうですね、VR 機器どちらかというとギア VR とかああいう感じですね。あはは、なんかああいう感じ、うん、あれがスタンドアローンでスマホ機能なくしましたみたいな。ああそうなんだよね。あ、触覚デバイスは別で研究してるみたいだから案外早く実現するかも。そう、触る感覚、触られる感覚ね。ちょっとねレディープレイヤー1の中でもありましたけどね、この部屋はそういうなんかエッチなことをする部屋なんだぜみたいな、そういうのも一瞬ありましたけどね、うん、そう遅いんだってもうちょっとでもまあね人類の進化ですからねエロはね、うん、戦争じゃなきゃエロの方がいいですよ。さあなんかちょっとコメントで拾っていきたいのがあれば皆さんぜひぜひ勝手に拾っていっていいんですよ。さあそう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 、レディなんたらってガンダム出るやつですよ、うん、中にもありましたよね、全身の食感、ね、全身に痛みだったりね快楽が伝わるスーツ、ピチピチのスーツみたいなのねありましたけどね、あれはいい、今欲しい、今とても欲しい、こうやって触ってくれる、そうそう、すごくない？今この状態でそのスーツ、これはね、すばよし、お前らちょっと見とけよ見とけよね、こうやってVR 空間の中に入ってくれるとこういうことできるんだ。あはい、なんでそんな悪そうな AV 男優みたいなこと言うかな。さあそうなんだよね、ちょっとこれどうしようかな、よいしょよいしょよいしょ、そう歩きスマホからね歩き VR に本当に危ないよね歩き VR ね、マジでやめた方がいいと思うよ。でもなんか社会問題になりそうだよねそのうち、まに AR になった方がいいと思うんですけど、そうですね、映画だと VR でしたね、うん、外でそう外でわーっつってみんなで格闘みたいなねやってね、最近増えたけどハンズフリーのねイヤホンつけて喋ってる人見てると大丈夫かこいつと思ってちょっと距離を置きますけどね、あれのヘッドマウントディスプレイ版だとしてね少人数だったらちょっと怖いかもね
でもほらホロレンズとかね、マイクロソフトのあのつけて外歩いてる人とかもいましたからね、あのツイッターで見かけましたけど、一時期ゴローマンさんとかね、ホロレンズにハマっててし、ね、つけてましたね、ホロレンズ、うん、いやでも多分ああいうのは多分飛行機とかそういうビジネスマンじゃないと難しい気がするな、うん、なんか狭い場所で使うとか新幹線とかでね、うん、ね、そうなんだよね、お、何 VR で対戦型のボクシングがやりたい、ソフトなかったっけ VR の、シングルゲーだったらありますよ、あシングルか対戦か、そうそうそう、対戦は今んとこドンパチしかないですね、あー、うん、そうだね、お、すんげー殴ってる殴ってる、怖い今ここででもあれだよ、ハリセンとあれで対戦はできるよね、これピコピコハンマー、あーこれ叩いてかぶって、これで叩いてかぶできますね、そうグーとパーしか辛いけど争い、私を求めて争い、おう、まあでもそうか脳みそ、うん、脳みそもいらないと思うな、僕はそろそろね脳みそに USB ぶっ刺したいからね、うん、僕の自分の脳みそあまり信用してないんだよ僕は。皆さんはどうです、まあ、VR 空間に興味がある人って 何らかしらのね作品に影響されて VR に興味があると思いますけども、どうだろう、みんななんか影響された、僕はあの広角機動隊に影響されて VR に入った感じはあると思うんですけど、誰か、私は何に影響されたっていうのは、ああ、うん、奥からやっぱりソードアートオンラインですかね、ああソードアートオンラインか、ああみんなねソードアートオンラインね、誰だっけオキラスの開発者のねラッキーパルマーさんもねあのソードアートオンライン好きだって言ってましたけどね、そうですよね、うん、あの人なんだっけ街遊びかなんかでさメタルギアソリッドのクワイエットのコスプレしてみっ、ね、おっちゃんじゃねえよ、まあ若いんですよ27歳23歳かそれぐらいですけど、まあまあ太った兄ちゃんがさクワイエットのコスプレしてさ、もうこいつ大富豪じゃなきゃぶん殴ってやろうかっていうぐらいのねことやってましたけども、まあすごいね、やっぱああいう人はね影響力がある人がああいう作品にね影響されるってのはすごいね嬉しいことですよね、しかも日本の作品っていう、へえ、あソードアートオンラインなんだ、あードットハック、あドットハックもね、あドットハックもそうだよな、確かにあれも VR、 そうサマーウォーズもあれも VR、 まあそうだよな、まあ V そうですね一応、ちょっとリアル系でマトリックスとかっていう人いないんですか、ああマトリックスね、マトリックスもそうだよね、あできる、マトリックスもねあの首にあれプラグは首に刺さるんだっけ、そうですね、うん、ここピポパ体力のあれが分かるからダメだえ純粋にマトリックスの元ネタは広角機動隊だから、あーそうなんだよね、すごいですよね、あそうなんだ、人間の記憶は、110年余裕で記録できるらしいから機械に代わりにするの難しいんだよ、でもよ容量が増えたらどうなんだろう、分かんないから、そう下地の世界に行きますね、ゼロかあれは、ああすごいですね、あ電脳コイル、電脳コイル AR どっちだろうね、 VR なのかな、あれはあー AR ですよ、うん、電脳コイルもね、ホロレンズ出た時はああ電脳コイルやと思いましたけどねまさに、うん、すごいな、あれ AR そうだよね、うん、なんか純粋になんか VR のゲーム見てなんかやりたいなと思って買うとかは案外少ないんですね、なんかもちろん自分は最初ゲーム目的、あ本当ですかえ何 VR 彼女いや僕は今、ね、そうだって僕だって VR 彼女買おうと思ってね、このマシンもね機器も揃えたのなぜか今ペンギンになってるからねよくわかんないねえ VR ああまあ自分は銃のゲームがやりたかったんですよね、なんか
FPS 好きだったんで、なんかオンワードってやつですね。なんか銃やつ、あ、知ってますか？そう、なんかもう従軍で、なんか普通にコールオブデューティを VR にしましたみたいなやつ、あれがすごかったんで、うん、あれ見て買おうって決めましたね、やっぱり。あのあれだよね、なんかリロードとかも自分であのマガジンをガチャーって入れて、あれ？よく知っては、そうそう、それです、それです。あ、そうなんだ、僕もやりたかったな。あ、そうなんだ、やっぱすごい。もうずっと動画作ってね、ペンギンになってばっかだから、ゲームする暇なかったらやろうかなと思う。でも VR は、ゲームはちょっとネタにね、玉切れ感は否めない。いや、これからですよね、ゲームの最初なんてそんなもんですよ。ゲームの一番最初なんかポンだからね。なんだろう。ピコンピコンって、壁が、壁じゃないけど、なんか線が動いて、ね、弾き返すみたいな。なんだっけ、ポンじゃないや、なんだっけ、テトリスじゃないや、なんかね、テニスみたいなゲームが、ね、最初だったんですけどね。そうそうそう。多分、最初はね、パソコンのね、すごい古臭いやつから、あ、そう、ポン、P-O-N-G、ポンね。そう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 。自由度次第ではね、そうなんだよね。だから、まあ今はね、こうやってこの空間の中に閉じ込められて何かをしないと出られない部屋みたいなね、ところに閉じ込められてますけどね。何をしないと出られないのかな。さあ、そういう部屋に閉じ込められてるわけじゃないけども、うん、モザイクがいやらしいな、ここ。なんでこんなところにモザイクあるんだ。ちょっとモザイクいけそう。もうギリギリモザイクとか意味がない。無修正でいくよ。はい。VR でもこれからなんだよ。ね、VR、Unity とかでね、簡単に VR ゲームを作れるようになって、ね、自由度が広がるとね、人間の脳みそなんて、ね、すごい、バカなんだから、バカはね、バカなりにバカなゲームを作って、世の中をね、明るくしてほしいと思いますよ。ね。真面目に作ってたら真面目なゲームしかできないんだよ。そう。いやらしく、モザイクだけでいやらしかろとか言うんじゃないの。モザイクはいやらしくない。そう。あ、疲れた。そこでかがまれるとちょっと危険なんだけど。その尻の、あ、それは、それは、モフ。いや、こうか。うん。ちょうど立ち椅子がここにあるんですよ。ちょうどよく。あ、いい、これすごくいい。なんか、まず。あ、こっちだ。いい感じですね、これは。なんかちょっと怖い、ちょっと怖いな、これ。腹からビシャーじゃんみたいな、もうこれ以上下がれねえから。これ自分が動くてほうがいいです。おいしょ。あーね、腹からビショーじゃん。立ち椅子おすすめですよ、本当に。本当に、やろうかな。自分 VR のため、バーチャルキャストのためだけに立ち椅子買いました。あー、立ち椅子か。あれ、三脚みたいにギューって伸ばしてたやつ、一本のやつ。あー、そうそう、折りたたみ系ですね。あー、なんかあれでしょ、天下みたいな形のやつでしょ。天下ダブルのね、閉まってるやつと緩いやつって二つ穴があるやつ。アウト。あ、ダメ、まずいです。ダメなの。天下アウトじゃないだろ、あれジョークグッズだもん。お前ら、天下なんだと思って。ダメですよ。いや、おかしいでしょ。いや、だからジョークグッズはエロじゃないから、本当にマジで。まさかも置いてありますしね。ね、そうそうそう。ね、だってテレビ、ね、イートモとかでね、 AKB の子とかがこうやって持ってるぐらいのね、レベルのものですから、別におかしくないんですよ。そう、だからうまくいくれめられたみたいな。いや、本当だって、ジョークグッズなんて、アダルトグッズっていうものは法律的に売っちゃいけないんだよ。うん、
ジョークブーツなんだよ。そうそうそう。だから、まあ、穴が開いてて、ぬるぬるしてるけど、これ、かようなものを出してはいれ、出してはいれするようなバカ者はおらぬであろうってね、そういうことで売り出すというのがテンガなの。そういうね、オナホールってやつだよ。はい。本当に、本当に今。そうなんだ、じゃないとだって、売れねえもん。うん。はい、ね、中身はおっさんなのになぜか美少女たちが顔をあからめてるってよくわからない状況なんですけどね。わかんない。天がわからないよね。じゃあね、1からね、100まで全部私が説明してあげるからね。こういう話をさせると僕はダメ？うん。いや、多分ペンギンより語れるよ。ダメなのかな？本当に。子供だって見てるんですよ。あ、そうだよ、うん、ごめんね、小学校5年生の子見てるって言ってたからね、ごめんね。ごめん、お前、5年生の子は寝た方がいいんだよ。じゃねえとお父ちゃんとお母ちゃんセックスできねえからね、弟できねえぞこの野郎。ね、いや別に、だって、あ、そう、天が医療品なんですよ。そう、あ、まあ薬局で売ってるし、うん、大丈夫だよ。そう、まあでも本当にね、小学校5年生は本当に見ない方がいい。何に謝らないといけないかというと、親御さんに謝る。うん。親御さんに、謝ります。ごめんなさいね、謝る気は、謝意の気持ちは全くありませんけどもね、上がなんかコメントがうるさいんでね、とりあえず言っときます。はい、大丈夫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 、うん、運営さん、僕のこと大好きだから、うん、俺はあんま好きじゃないけど。そう、ペンギン、うん、お兄ちゃんおすすめ、お兄ちゃんのおすすめを教えて。お兄ちゃんおすすめを教え、あ、何のおすすめ。ペンギンのおすすめ。あ、ペンギンのおすすめ。あ、そりゃそうだよね、ペンギンのおすすめに決まってるじゃん。いっぱい種類あるからね。おすすめしてやってもいいんだけどね。ペンギンのおすすめはやっぱアデリペンギンじゃないの。うん、こんな可愛いペンギンいないと思うよ、マジで。それぐらいしか。ペンギンは今度の動画で、あ、でもどうしようかな、先にどっちの動画作ろうかな。うん、ということで、どうしようかな。今何時ねえ、今日さ、お昼にさ、ミミュさんとこに突っ込んだからさ、お酒を飲む時間がなかったからさ、お酒とか飲まないぞ、ペンギンは。は、はい、なんか。あ、なんかイチャコラしてる。あ、ダメですよ、そう。あ、年の差有利ですね。いいですよ、僕そういうの大好き、すごい好き。うん、年の差の有利って最近僕ね、すごくいいなと思って見てるんですけどね。はい、3分前、さあ、もう終わるわ。持たないんで、はい、あんまりね、長いことね、録画してるとね、YouTube の方でね、コメントに文句が言われるんでね、はい、2時間も見れねえよ、つって。はい、ということで、おねろり、あ、おねろりっていうジャンルなんです。はい、皆さん、最後になんかね、あれば言ってください。VR、最高。はい、ということでね、はい、ということで、今日の南極1号放送局、レディプレイヤー1の話からね、真面目な動物の話から、わけのわからない、エッチな話まで全部を取り揃えておりますので、皆さんまた、ご来、以上の際は、子供は見ないでください。はい。さあ、タイムキーパー不在なんだよね。目の前に画面があるんだけどさ、間違いなくこれ、締めのタイミングを逃したんだよね。これ、30秒前とかね、締めするはずなんだけど、まだ1分あるからどうしようかなと思って。はい。あ、八景島シーパラダイス行く予定です。はーい。素晴らしい。ね。ぜひぜひ、いろんな動物のね、動画撮って、写真でもね、撮ってきてください。はい。ありがとうございます。タイムキーパーいるね。ありがとうございます。
まあニコニコ超会議とかね、行く人もいると思うんですけどもね、まあ幕張の近くどこだろうね、近くの動物園ついでにね、旅行する方はね、行ってあげてください。はい、まあそういう放送なので、はい、踊ります。最後踊って終わろう。ウェイエイサイハラナスカイ、エイサイハラナスカイ。はあ、ね、疲れた。お疲れー。はい、Now on air ゼロ、 OK、 終わり、終わった、終わり、終わったかな。はい、終わり、おつ、はい、お疲れー、お疲れ様、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、皆さんもいろいろ付き合っていただきましてありがとうございます。いやー、全然こちら、はい、まあ、またどうせ来週もね同じようなことするんでね、機会があればぜひとも、はい、突っ込んでってください。あー、本当に毎回ハグしに行きます。はい、はい、あー、いいね。本当なんでね、全身のね、感覚が伝わるスーツできねえかな。早く欲しい。見た人を知ってるけど、股間のあたりをこうグーって まさぐる、あれとても、そう、そういうシーンがあるのよ。うん、あれすごいいいよね。ちょっと気になったから、明日見に行こう。いや、本当に見に行きたいんで、ゴールデンウィークで見に行こうかな。じゃあ、そうじゃあお先に失礼します。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。バイバーイ。というか、ここも閉じるね。はい、じゃあお疲れ様です。はい。お疲れ様です。お疲れ様でした。またよろしくです。バイバーイ。